1> 1月6日5時44分の相場解説になりますこれ1時間足から今日は見ていきたいんですけども、実はね、この黄色いゾーンがありますよね。このゾーンちょっと横に伸ばしてみますね。ぎゅーっという形で伸ばすと、どこでエントリーすればいいのかが出てくるんですが、あお気づきでしょうか。エントリーする場所。えー、まあこのね、ゾーンのうちどこでもいいんですけども、まあ、抜けてから抜けたことを確認して、 セルでエントリー、売りでエントリーするということを考えれば、105円の580あたりで、あ、違うな、105円の625あたりでね、売りをかけていてもよかったんではないかなと思うんですよ。で、何が言いたいかというとね、これ、昨日の、夕べのちょっと見てみましょうか、これ。はい。昨日のですね、23時の時点で、105円の245を目標値として、105円の338で今、止まっているところなんですよね。 これ昨日の夜ですけども。で、えー、先ほどのね、私のあのエントリー、ここでエントリーすると、まあ30ピップ相当取れてるわけなんですよ。で、この後ね、どうなってくるかってことなんですけども、23時で寝ましたんで、あのエグジットしたんですけども、えっ、ー、と、今朝、こういうふうになってるわけですよね。まあ、ですんで、エグジットをした後、値段がね、私と同じようなことを考えた人がたくさんいたんでしょうね。 ウィーッと上がってるんで、すよ、うん、でこれからなんですけども、やっぱり、このゾーンに当たって、理学する人はもうしてきたんでね、またもう一回セルの方に動くと思います。これがだから N ですよね。N の形がもう一回できるよってことです。考えてみれば、ここも N ができてますよね。まあそういった形で、こっからもセルに入るんですけども、それを裏付ける冷やしに関しては、こういう形になってます。以前から申し上げてきました、ゾーンの下で展開するんだよということ、思い出しました。 それまではゾーンの上の方で展開したんですよね。潮目が変わって、こうなってきたんじゃないかなと思うところが、今なんですよ。こういうふうにね、N を書いて下に下がるよってことですよね。ですから、昨日も申し上げましたけども、104円、103円の方向を見ていると私は申し上げたわけですね。えー、こんな感じで、えー、伏線は全て回収したかなってことです。えー、まずは利確もできましたんでね、えー、まあ今日から、今日は明日しかないですけども、改めて、 このチャートの方にね、ドル円の方に向かっていこうかと思います。皆さんはどうだったでしょうかもう最近はね、日々理、理学、理学、理学してるわけですけども、うん。私の相場解説、見てれば、まあ、相乗りしてもいいんですけども、乗れば、儲かってるような気がしますけども、いかがですかねはい。では、以上でございます。